詳しいこと言わないんですけど、そうだから昔だからずっとね、その僕らの子供の時から、子供の時じゃない、僕らが、ね、高校生くらいの時から30年間ずっと、まあ、いわゆるその今と逆のデフレだったんですね。でデフレだと、デフレの場合ね、資産は何で食べといた方がいいですか、 あなた。お金よかった、これ間違えたらやばかったんでね。ただお金食べた方がいいです。でずっと僕のお父さんとかマミちゃんのお父さんとかはそれ正しいと思ってずっとデフレだったからね、お金でずっと貯めてたんです、資産をね。でそれで例えばその、まあ、今回みたいにコロナショックで景気がガンってなっちゃったじゃないですか、経済止まって、で経済止まって景気悪くなっちゃうんですよ、もう全部閉めちゃうから、ね、飲食店とか。でその時でガーンって行った時に国はどうするかっていうと、景気良くしなきゃいけないと。で景気良くするっつったらこれ好景気 でこれにしなきゃいけないんですけど、これにしなきゃいけないけどどうするかって言ったら物価高とインフレ、これを起こさなきゃいけないんですね。で今世の中でそのまあコロナショックとかでインフレって言ってその悪いイメージがいっぱいあるんですけども、実はいい面もいっぱいあって、インフレにしてなかったらまあ2つの相対評価ですけど、もっとやばかった経済は。で10万円配ったりとかね。でインフレどうするかっていうと、お金の価値がで物価が上がるってことは、物価が上がるということはお金の価値どうなりますか？高くなる。相対って言ったじゃないですか、うん、物の価値が上がる、物価高って言ったら物の価値が上がるとお金の価値は下がる。そう下がるんです。そうそうそう下がるんで、インフレが起きたら円の価値は下がるんで物の価値が上がるんですよ。でそうするとそのなんて言うんだろう、まあその簡単に説明すると、人間ってその少ないもの少ないもので価値を見出すんですね。で例えばポケモンのカードとかも、高いカードって希少価値高いって言うと物が少ないじゃないですか、少ないから価値を見出す。そうすると価格が上がるんですよ。それと全く一緒で、少ないもの少ないものを貯め落とすんです、人間って。で、そういう性質があるんですね。で、例えば、世の中にお金が少なかったら、人間どうしますか、マミさん。お金が少なかったらどうする、使うか貯めるかだったら。貯めるわかってきてますね、さすが。こう。貯めるんですよ。貯めて、お金使わなくなっちゃう。で、使わなくなるってことは、物が売れないじゃないですか。で、そうすると悪循環で、景気悪くなっちゃうんですよ。で、コロナショックの時は、みんなにお金配って、お金を増やしたんですね、世の中に。それをインフレって言います。でそうすると、まあ、副作用で物価が上がるんですけど、景気はね、ある程度持ち直した。要は、自分たちが、その、お金もらったり、お金はいっぱい入ってくるようになったんですよ。まあ、なんだろう、正社員とかは今、賃金上がらないで大変なんですけど、やっぱり、上の方の、その、会社経営者の人たちは結構、融資受けたりしてお金が増えたんですね。でそうすると、ちょっと使おうかなってなるんですよ。それで、景気がある程度その下がり、めっちゃ下がらずに済んだっていういい面もあります。なので、まあ、僕はね、一応経済知ってるから、コロナショックで、お金配るとか、要は融資をいっぱいするってことは世の中のお金が増えるってことなんで、国がね、企業にお金が足らなくなっちゃったから融資するじゃないですか。そうすると、日本のお金の量が増える。